シリーズ最後の戦い、大谷翔平と挑む3年目の夏の公式戦、これから始まります。シリーズの主役大谷翔平の能力はこのようになっていて、正直思い描いていたものの下をくぐっていった感が拭えないね。やっぱもっと強い完成度の高い大谷翔平を作る予定やったんですよ、投手も野手も。残念ながらそういう時間もまた学校の環境も何もかもがなかったのがピーマン高校なので、だからこういう大谷翔平が今3年目の夏にいるんです。いる以上は何も変わらないのでね、この大谷翔平とこれから戦いをプレイすることになる。1回戦目の相手は幸いなこと前評判いいの弱いチーム。このチームはね、前年の夏初戦で戦っていて、その時大谷翔平が完封して勝っとんのよね。圧倒的な勝利を収めているということを考えたら、あれからちょっと強くなった俺たち、またこの夏は魔物を使えるということを考えたら、ま勝てるのが当たり前でしょう。苦戦すら許されへん相手や。本夏のスターティングオーダーに関してはこのような並びです。一人一人火力能力見ていくと、1番が三好、これ2年生の選手ですね。でもう全員打ち気にしてるんで、前回の動画で魔物を使うこともできる。でこの2番に荒金、能力は大したことないんですけど、まあこういう3年生の打ち気の選手を上位に置いておくことによって、ここから魔物を使って、あと大谷翔平なんで、この海老塚というチャンスに強い選手たちがいるので、そういう選手で得点を取っていくっていうことができるんで、まあ後に関してはまあこんな感じで、弱いです。でもいいんです、弱くてもね、魔物があれば勝てる。まあこの試合に関しては魔物がなくても勝てるんで、まあこういう並びで挑もうと思います。ちなみに大谷翔平は調子普通か、あんま心燃えてないんやね。周りのやつはめっちゃ張り切っとるけど、大谷翔平クールやな。まあそれだけのゆとり余裕があるから、ああいう顔色という解釈でいいんじゃないですかね。まあ、普通にやっても勝てるし、魔物を持ってる、使えるということを考えたら、何度も繰り返し言うけど、負けることがまずありえない。苦戦すらも許されない戦いなので。絶対にこれは勝ちます。弱いでしょ。もう総合戦力 E ランクですからね。前評判は弱いけど、実はめっちゃ強いっていうのも中にはありがちなんだけど、このチームに関してはもう力もないし、前評判も弱いので。だから何の問題もない。はい、で、地方球場の魔物を使いますね。やっぱり3年生で打ち気だと、この地方球場の魔物、発動率高いですからね。でも使いませんよ、こんなシチュエーションでね。まあ、とりま自力で取ろうや。こんな最初の得点くらいはね。これから先はやっぱ魔物を使っていかないとダメなシチュエーションというのはこの試合以外たくさんあると思うんですけど、この試合に関してはね、まあ、自力で取れるし、もうあれ使いませんよ俺。今んとこ使うようでも全くないですからね。追い込まれるとかいうことがなければ、他の選手が使えたとしても俺は使えません。使わず勝てるチームなので。2点取られた。大谷翔平2点取られて、この状況で。あ、まあ、いいか。4回やしね。うん。まあ、でも、こういう状況になりましたけど、気持ちとしては魔物を使う予定は、今んとこないですよ。今んとこね。この打球は落ちそうやな。うん、まあまあまあ、こうやってね、もっと早くやっておかないとダメだったし、まあ、打線に罪はないというかね、大谷翔平が何4回表時点で2点与えとんねんっていう。なんか納得できないけどね。まあ、でも、これから取っていけばいいんで。おお、流し打ち。抜け。あ、おととととととと、魔物使ってないんやけどな。こういうチームを相手にしとんねん。それなのにもかかわらず2点をやるっていうのはどういう話なんでしょうかね。ちょっともそこについてもっととやかく言いたいんですけど、まあ、ここは積極的に打っていこうや。自力で逆転できる状況やな。もう同点には追いついたけども。まだまだ自力で頑張れ。魔物は使わん。頑張れ言うとんのやから頑張れよ。いいんですけどね、この後もどうせ取れると思うので。大谷翔平、この後ワンアウトランナー1塁3塁。なんでそんなピンチ作るの。ちょっと君おかしい、どうしたん今日。まあ、ええかとりあえずこの状況を抑えること全集中でいこう。なんかおかしさを感じるけどもね、大丈夫。投手能力に関してはこれまで鍛え上げてきたんでね、例えばバッティングで打てないっていうのは、その育てられなかったからっていうのは分かるんですよ。納得できるよ。投手能力に関しては育て上げてきたんだから、このレベルくらい抑えてくれよって話なんだけどね。なんかあるんでしょうかね。やっぱ状態が普通、いやでも普通なゲームの方が多い中、普通で抑えられなかったらあかんのな。もう一人、ちょっとほんとごめん、戸惑いだわ。得点はこの後も取るチャンスはもういくらでもあると思うんだよ。だからといって失点していいわけではないけどな。セカンドアウト。守備能力上げとるからね、この辺の動きは本当俊敏ですよ。大谷翔平にとって守りやすいチーム作りというものを掲げて、まあ育成期間でね、あの2年の秋からこの3年の夏に至るまで守備能力を本当上げてきたので、そこにで足を引っ張られることはない。事実エラーしてないですから今日のゲームね。じゃあなんで指定少年言うたらお前が打たれとるからでしょ。って感じやけどね。まあ、これ今こういう状況になってる以上ね、あのもう状況を攻めるのではなくて、大谷を攻めるのではなくて、この後取り返すことを考えればいいんですよね。あ、取り返しましたね。これ多分大谷翔平ホームラン打ったんじゃないですか。
投手で不甲斐ない分バッターで頑張ったっていうことなんでしょうかね。ちょっとそこの確認していくと、ほらホームラン打ってる。若干自作自演感あるけどな、それなら投手で頑張れよっていう話なんだけど、まあこのタイミングで野手で、逆転のホームランを打ちました。これ通算5本目で、5本目にしてまだ俺大谷翔平が打ってるとこ映像で見てないからね、これお届けできてないね。打ってたらサムネにするよ、最高なシーンなんだからね。まああとはこの状況をしっかりと抑えてね、点取りました。でも取られました。それじゃあ二刀流としてのメリットなんもないからね。大谷翔平の力は本当、確実に必要なんだよね。それがないと勝てないし。まあそれがなかったから負けてきたとも言えるんですけど、この夏は、まあそれなりにこれまでと比較したらそれがあって、なおかつ魔物が使えるというね、状況ですし、まあ、本当初戦からこういう状況に追い込まれることがおかしいというかね。こんな始まりで大丈夫かと。いやでも逆に言うと始まりからずっこけておいた方が、あとこけることなくさっとスムーズにね、甲子園大会出場の切符を手に入れることができるかもしれないので、まあ、そう考えたら今のこのグダグダしてるなんか混沌的な状態もまあいいのかななんて、よくねえよ。普通に勝ってくれ頼むから。何も難しさないんだよ。コールドを決めるのが当たり前みたいなチーム状況やな、相手とこっちの差考えたらね。もうそうなってないんだよな。まあ、魔物感謝本当使う予定はないです。あのね、これ魔物って僕の印象なんですけど、使えば使うほど、あの、試合重ねていけばね、だんだん発動率が下がっていくような気がするんですよね。最初の方使っちゃうと決勝戦とか、そういう大事なとこでね、魔物が発生しないんですよ。これ僕の印象です。実際どういうのかゲームわかんないんですけどね。だからまあ、あ、まあ、同点に追いつかれた。その後なんだ、一塁三塁。で、その状況、は？まあ、こうなっとるんで、とでもここ押さえてね、延長入るのかな、魔物使う気はないんですけどね。言ったじゃん、魔物使ったらこの後使えなくなるかもしれない。実際どうかは分からへんけどもね、気持ち的な問題ですよそれは。でもこれまでシリーズを振り返るとね、別のシリーズを振り返ると魔物を序盤に使っておけば使えなかったことがあったので、その経験を踏まえて魔物なんて使わないぞということを繰り返し言ってきてるし、まあそういう意思を貫き通していこうと思ってるんですけどね。いや注目した時めっちゃ簡単に抑えるけど、ウートの時のその失点率やばない？やば、11本も許しとるからね。8回裏こんなエンジン組んどることもおかしいけどな、もう堂々と8回の裏出てこなあかんのね。まあこういう点差からエンジン組むね。あとランナー1塁できたわ。ここで中鉢、こいつも魔物、あ、ラッキーボーイ持ちか。まあラッキーボーイに関してはね、遠慮なく使っていきましょう。ここはね、パワーヒッターがついたな。ちょっとなんかあるんじゃない？強振で打たした方が断然いいですけどね。まあ、積極的かどうかは一旦置いておいて、まずセンター返しで。何それ、力もない、ミート能力もない選手はああいう感じしたらあかんのやな、わかりました。で、これ、ミタですね、ミート能力は比較的高い選手です。パワーヒッターがまたついたね。まあ、でも、何も指定せず、センター返しでいいや。とりあえず、自慢のミート能力の高さを生かして、大した投手じゃないんだから、その辺打ってくれないとね、もう回は8回やで。初戦からサヨナラ勝ちっていうのもいいけど、そんなままいらへんわな。ナイス、よし、右中間を割って。どうだ、走力も上げてるんで一気にホーム。あー、さすがそれはないか。まあでもこのチャンスでバッター福留。一応ラッキーボーイ使いますけど、アベレージいった。あー、これついたのであればミート対応積極的に。あとは何にしようかな。まあひとまず流し打ちかな、数字が高いので。あー、インコースできたわ。もうまあでもちょっとこれにしとく。まあ、当てるだけのシチュエーションなんでね、まあ、当て方にもよるけど。これもインコーススライダー来たね。ちょっと戦術変えた方がいいげ、これ。センター返しにしてみようか。低め来てるんで。ここでアウトコース来て。うん、でも抜けてこう。オーケー。ナイス。さあ、勝ち越し点が入りました。もう、あとはこれを守るだけでいいんでね。いやいや、そういうつもりないですよ。これからも得点取りますよ。魔物は使わずにね。積極的にここは、センター返しで。おっと、これ、勝負を決める一発かと思ったんだけどな。何でもいいから打ってくれ、このシチュエーション。いや、見るんじゃなくてね、見てよ。出せよ、もうなんかいろいろと苦労あった分、最後報われる一発とか出してほしいんだけど、それがお前の答えか。さあ、1点差で9回の表を迎えることになりましたね。なんて熱いゲームなんでしょうかね。初戦のこのレベルを相手にこんな熱いゲームをするうちの強さっていうのがわかるでしょ。このチーム相手にまともに勝てないんだから。だからこそ魔物を使わないとダメなんですよ。この先はね。大谷翔平。もう、これはもう最後まで大谷翔平でしょうね。これまでは経験を積ませるために2年とか投手使ってましたけど、もう目先の勝利最優先ですから、最後の戦いはね。だから経験を積ませるとかではなくて、大谷翔平で、まあ、最後まで投げ切ること。それが一番いいでしょうね。スタミナもものすごく上げて、もう伝令の連発や。必死すぎ。情けねえ。何をこの伝令入れることがあるんだよ、お前。そんなのなしで勝てるチームやんけ。前年は。で、なんで今年こんな苦戦するん？得点取ってるのは同じスコアなんですけどね。こっち5点、前年も5点。でも取られてる得点が違いすぎんね。
何なんだろうな、まあもう一回限りの戦いだからこそその時の状況とかね、状態とかによっても左右されるのは仕方のないこと、野球ってそういうものだと俺は認識しとるからね。にしたってちょっとこの試合では色々と揺さぶられすぎたな。精神的にすり減ったものがたくさんあるぞ。これはベアハンドキャッチ、ナイス。やっぱ守備能力の高さがうかがえるね。この辺上げとるから素晴らしい。でそこのねところではやっぱ節々自分が育ててきたチームなんだなっていうのを感じられますけど、ただ大谷翔平があれなんでね、なんだかなって感じもあるんだけど、まあ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 、まあ、そんな反省ももう今はよしとしましょう。勝利が目の前にあるんでね、最後はこのピッチャーを抑えればいいのか、もうお任せでいいでしょう。特にね指示することもないと思います。ピンチでもねえし、で157キロともう出てるんでね、スタミナ上げてるんで球速は変わらず出てる。このレベルが打たれるんやね、岩手の地方の1回戦目ってレベル高えな本当に。レベル高いね本当に。ピッチャーですよね、途中で出てきたピッチャーですよね。それもインハイを流してホームランという、大谷翔平でもリアルでできないようなことをやってのける。お前やばいね岩手ってね。これで試合は振り出しになりました。で1番の三好くんから始まるところですね。9回裏勝負決めましょう。当初その予定でしたからね。おう、なんでまだ野球やってんだって話だけど、まあまあまあやりましょう。ただまあセンター返しで誰か1人出たらね、大谷翔平に得点圏だったり回せるんで、まあそういう状況を作っていきたいです。あとこの三好はよくホームランも打つし、もう打撃もいいし走塁もいいんでね、ランナーとして出たらもう一気に盗塁で2塁に行って、あとはワンヒットでもうさよならみたいなね。ナイス、最後まで打つなお前、まあ、これも確実にさよならを決められる状況ですよ。この後のバッターには送りバントさせます。で大谷翔平でっていうバントをあっさりと決めて、完璧な送りバントね。お、なんならバッターランナーも生き残るくらいのバントでしたね。さあここで大谷翔平です。さあもうあとは頼んだ、もうお任せで、任した結果ホームラン打たれたけどね、もうバッティングでも任せます。もう当てるだけですから、何も難しくない。ホームラン打ったんやろ君ね、確か打ったんだから映像で見てないところで。ここでも打てるやろ、ホームランじゃなくたってええわ、まあ、何だっていいからもうバット当ててくださいな。当てた当てたけど、これではランナー進塁できない。マジかこいつ、マジなんかこいつ、やばないこいつ。外れ中の外れやんけ、お前何の役にも立たねえな。ごめん、自分に嘘つくことになるけど、地方球場のマンモーのツーアウトというこのタイミングで使いますわ。やっぱこれ9回裏で決着つかなかったら、戦力差とか考えたらこの後やばいですから、もうここで決めないとね、この戦いここで終わらすわけにはいかないんだよ。だからもうちょっと恥ずかしげもなく、もう使います、使わないと言ってきましたけどね。使ってちょっと最後とどめ刺しに行きます。バットに当てればもう勝負はつくと思うんだよね、このケースに関しては。はい、この打球抜けていく、そもそもヒットでしたね。オッケー、さよならそこで魔物の力発動会、まあ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 、どうであれね、勝つことはできました。これなら使わなかった方が良かったかな、最後までそれを貫き通した方がかっこよかったよね。でもかっこよさとかそんなこと言うとる場合ちゃうから、めっちゃ負けそうなピンチがたくさんありましたけど、とにかく勝ててホッとしてます。ホット感が今ここにある。まあ本当この結果というのは予想外も予想外でしたね。ここまで打たれるとは、被安打12本で被弾2本、そして打たれるタイミングは毎回毎回最悪というね、9回のホームランに関してはちょっと信じられないね。2アウトの状況から、もうピッチャーを抑えれば終わりの状況から打たれたからね。なんなんやろかね、この子。ほんとちょっと大谷の中の大外れの大谷が、このピーマン高校にやってきて、だからかな、これまでこういうことになっていて、これからこいつによって色々と揺さぶられていくんかなってことを考えたら、憂鬱やわ、ほんまに。